はい、どうもこんにちは、森本です。今回は整備の動画ではないんですけれども、この後ろの車、これ日産の180っていう車になります。で、まあこれは僕の車なんですけれども、こちら特徴あるヘッドライト、これご存知の方、まあ多分この動画を見ている方はご存知の方が多いと思うんですけれども、これ、リトラクタブルヘッドライトって言います。で、リトラクタブルヘッドライト、どういうヘッドライトかと言いますと、開閉式ですね。これ閉じるんですね。閉じたり開けたりできるヘッドライトになります。で、このヘッドライト最近の車では見かけないですよね。じゃあなんでこのリトラクタブルヘッドライトが今の車にはついてなくて減っているのか、まあ、減っているというかもうないですね。なぜないのか、このあたりをちょっと解説していきたいと思います。はい、ではですね、どうしてリトラクタブルヘッドライトが最近の車では採用されないのか。まず大きな見た目から言いますと、この面に注目していただきたいんですけれども、車の進行方向に対してこう面になってますよね、垂直に。やっぱりどうしても空気抵抗という意味では非常に浮きやすいと思います。なんでやっぱこのヘッドライトを開けた時に関しては空気抵抗が増えて、まあ抵抗ですのであんま良くないというわけでリトラが敬遠されている。これも一つ理由があると思います。で、もう一つはですね、リトラの機構としては、装置としてはここからここまでがリトラの装置になります。で、格納するモーターとか、まあいろいろ部品あるんですけれども、やっぱりこの部品点数がかさむという意味では重量がどうしても増してしまいます。やっぱですね、この軽量化が叫ばれる今の世の中、重量を増すっていうのはやっぱり欠点ですよね。メーカーとしてはやっぱり重量は落としたいはずですから、これのために重量を増すというのはやっぱりメリットがないんだろうというのもあると思います。またですね、この格納するモーターと、機械というか、まあ、そういう装置を入れないといけないですね。格納する装置を、やっぱりそのコスト上がりますよね。当然リトラクタブルにするためのコストが増える。で、またですね、こういう、まあ、余分な機械といいますか、こう格納するための機械がありますので、やっぱり故障の原因になったり、まあ、信頼性が落ちるとか、そういう意味もありますので、やっぱりこのリトラが敬遠される、これもあると思います。で、もっと外観の特徴で言えば、ここ結構角張ってますよね。これやっぱりですね、あの歩行者の安全という観点からして、これ突起物になると思うんですよ、ここね。なんでやっぱりよろしくないというのもあって、安全性もやっぱり考えられて、リトラクタブルヘッドライトというものが採用されなくなったというのもあると思います。はい、というわけで以上のような理由がありまして、最近の車にはリトラクタブルヘッドライトが採用されないというのがあります。まあ、ですけどね、やっぱりこのリトラクタブルヘッドライト、まあ、僕はかっこいいなというのがありましてですね、やっぱかっこいいんですよね、これあると。で、僕180にした理由、なんでシルビアじゃなくて180にしたのかという理由の一つにですね、やっぱりこのリトラ付きの車に乗りたかったっていうのもあります。まあ、単純な憧れというか、そういうこともありまして、リトラ、やっぱこういうリトラクタブルヘッドライトかっこいいですよね。こう車好きな人とか、こういうのが好きな人はですね、まあ今の車ないっていうのは、やっぱりこのメーカーの、まあこうコストダウンとか安全性とか、そういうのはもう重々承知なんで、まあ仕方ないことなんですけれども、やっぱりこういう車、リトラクタブルヘッドライトあるといいですね。はい、というわけで、はい、ここでですね、ちょっと180のリトラに関して、まあ小技というか小ネタを紹介したいと思います。はい、裏技といってもですね、全然大したことじゃないんですけれども、このリトラヘッドライトを開閉するボタン、これを連打するんですね。連打をすると、はい、というわけでですね、連打をすると、開閉ボタン連打すると車がウィンクしてくれるというね、まあこういう、まあ、隠しコマンドというか、まあ、大したことないんですけれども、こういうこともできるよということで紹介させていただきました。はい、というわけでですね、今回の動画はリトラクタブルヘッドライトについてお話をさせていただきました。よろしければチャンネル登録と新着動画の情報を知りたい方は、ベルボタンを押して通知設定をオンにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。